おはようございます。国会が始まりまして、初めての会見であります。ちょっと私の方からまずはお話をさせていただきたいんですけども、昨日まあ菅総理あるいは政府4演説がありました。しかし菅総理が外交について事前にまあ外交演説っていうんですか、これまで例を見ないことをこうやったと。そのもう皆さん方ご存知の通り、アメリカのね一般教書だって、そのどっかのプレスコンファレンスがあって、そこでね、例えばハドソン研究所とかそういうところで国の外交はこうあるべしみたいなことはその絶対やらんですよ。ですからその菅さんは一体この何考えてるのか、国会っていうもの、国会を構成している議員は国民の代表として集まってきてるんだから、国会を軽視してるし、国民がその後ろにいるってことをその何か勘違いしている。私はそういう昨日ずっと聞いててね、どっちに本当に力が入ってたのかなというような疑問を持ちました。また両院議員総会での総理の発言メモっていうのを見たんですけども、野党に協議を逃げようとする姿勢が見えるって言ってるんですよね、明確に。で、それでは国会に意味を持たない、国会に意味を持たないことをしてるのは自分なわけです。さっきの外交演説にしても、で野党ってのは私たち自民党を指してるのか、社民党を指してるのか、公明党を指してるのかね、はっきりやっぱりしてもらう中ね、その公党に対する私は侮辱だと思いますね。ここのところはやっぱりはっきりしてもらわなきゃいけない。だって今週1週間の政治日程は決まってるんですよ、衆参。誰が審議に入らないんですか。非常に不誠実な話ですし、政治と金の問題はまあ27日に岡田さんが何て言ってくるのか結論を待ちますけれどもね、これに対しても不誠実ですよ。去年から2ヶ月間にわたって、これで1月4日にですよ、年頭会見で言ってあれだけお騒ぎして、政倫審の議決に参加してくれませんかっていろんな人が言ってきてね、なんていうかな、やっぱりそういうものを一つ一つ超えてみんながこう本当に議論できる環境を作るのが与党の仕事だってことが分かってない、まあ、そんな中で、明日からいよいよ代表質問がスタートいたします。谷垣総裁から今日は政府演説があったけれども都合の良い方は言うけれども、まあ協議をしよう協議をしようということだと思いますけれども、ウィークポイントについては、まあ、何も触れてない。マニフェストあれだけ言ってたことと今度やろうということが全く違うということですね。だから総裁は気合を入れて臨んでいきたいと、まあ、そんなご挨拶が冒頭ございました。副総裁からは、今私がご説明をさせていただいた、総裁の決意を実現できるように全員でバックアップしていこう、こんなお話がございました。私からは党大会の御礼と代表質問、そして予算委員会と司会した論戦を通じて民主党の欺瞞性をついて自民党の考えるこれからの日本がいいのか、民主党の考える結果の平等のために無駄なお金をばらまく政策がいいのか、まあ、そういうことをしっかりお示しして菅内閣のだと解散総選挙に追い込みたいのでご協力をよろしくお願いしますと、まあ、こんな話をさせていただきました。逢沢国対委員長よりは今私も冒頭お話をさせていただいた木曜日の与野党幹事長書記長会談、まあ、どういう答えが返ってくるのか見守りたいと、まあ、そんな話がございました。脇国対委員長からは2点ありまして、1点目は参議院の代表質問バッター、少しやり方が違いますので参議院の場合は3人だそうでございます。
中曽根、いわきシャドウキャビネットの総務大臣有村春子さんということでございます。それと昨日羽田国対委員長に抗議をしたそうですけども、皆さん方は多分衆議院しか見てられないのかな、外交演説が長かったんですよね。30分ぐらいあった前原さんので、あれは1時間半トータルで4演説で1時間半って約束してますので、まあそういうことがあってかどうかは分かりませんけれども、今度は参議院では顔一回も上げなかったんだそうです、外交演説で。で早口で言って全然何言ってるか聞こえないと。これもまたその先ほどの私が冒頭申しました、何ですか、菅総理が国会国民に語りかける前に、外交の指針を発表したということとある意味では似てて、本当に国会を軽視してただ読むだけだったら原稿を配りゃいいわけですから、どうなってんの、かなり抗議をして、羽田さんの方から前原さんに電話をして話をしたそうであります。まあ衆議院で長いって叱られたもんで急いで読んでましたっていうような答えが返ってきたけど、それじゃ答えにはならんわね、演説なんだから。そんなことがご報告でございました。中曽根会長、小坂幹事長からはしっかり参議院として対峙していくというような話がございました。石破政調会長よりはワークショップの音で、小池総務会長から総務会について、仙台局長からはこれも全国幹事長会議でご報告があった216の小選挙区で決まっておりまして、残りも40程度が候補自治州と、2月中にはおよそ9割を確定できて、いつでも臨戦態勢が取れると、そういう話がございました。茂木広報本部長より、皆さん方メディアの特にテレビの、自民党の扱う時間と民主党を扱う時間の待機のご説明がございました。ご質問ありましたらよろしくお願いします。はい、はい、どうぞ。NHK の志賀ですけれども、はい、愛沢国対委員長からですね、その27日の幹事長国対委員長会談についてですね、幹事長職長会談、職長会談についての説明があったということですが、小沢さんの対応をめぐってですね、民主党はその政治倫理審査会の議決を断念して、したという状況で、その中で幹事長会談をやるわけですけれども、その幹事長会談のお話がですね、どういうふうにその今後の国会審議に影響していくのかという話が今日の役員会でどういうお話があったのかということと、それについて会長どのように考えていらっしゃいますか。1点目のご質問は、見守るしかないね、なんというか、ただ我々も子供の使いで出てってるわけじゃありませんので、その対応以下によってはやっぱり厳しく追及していかないと、2度も呼び出されてますからね、去年、そして今年は正月から大騒ぎに巻き込まれてますんで、しっかりと厳しく対応していかなきゃいけないと思ってます。答えによっては。というのは基本的には承認喚問を求める姿勢はこちらは変わらないということで、それに対するその民主党側の対応によっては、その31日と向こうが要望している予算審議についても影響がある可能性もある。なんて言われるかですよね。だって岡田さんははっきりと、国会に招致する方法は成林審への出席と承認喚問で、自分たちは成林審の方がまず望ましいと言ってると、で今志賀さんが言ったように成林審の方を全く断念したとなれば、残るのは承認喚問ですよね。で予算委員会の理事の方も差し替わったし、委員の方も差し替わったし、そのねそれだけだったらダメですけども、我々の要望に応ずるならそれはそれで担当しますよ。分かんないですけどね、これまでのことから言っても口ばっかりだから。その他よろしいですか。はい、どうぞ。
昨日の演説の中で、昨日の政府新設の中で、総理がですね、TPP について6月までにというような話もあったようですけども、今自民党としてその TPP に、対するそのスケジュール的な意味も含めて意見集約などはどう考えてらっしゃるんでしょうか。政調会長を中心にやってますけども、私もその議論紙で読んでいますけどね、何がメリットで何がデメリットで、実際に本当の関税率全部ゼロにするのかね、例外品目はその本当に 2% 程度なのか、あるいは乳製品なんかでもあったように、そのニュージーランドとどうかもしれないですけど、その18年みたいなね、長いその調整期間を設けられるのか設けられないのか、これまだ政府内でも確固たる情報がないんじゃないかな、説明を聞く限り。経産省の話を聞くとやらにはいかんと思うし、農林省の話を聞くとやっちゃいかんと思う、私がその程度だから、これはなかなか難しい問題ですよね。ただ私は何度も言ったように、対中国への抑止カードとしては間違いなく意味があると。でアメリカがバイのね TPA、FTA をねやらないっていうことを言ったときは、我々は決断しなきゃいけないというか、政府が決断しなきゃいけない。まあそこのところもはっきりわからないですね。FTA 等々では例外品目がやっぱりかなりボリュームが多いですから、その交渉をオーストラリアにしてもニュージーランドにしても、あるいはアメリカにしても日本とバイでねやるのかやらないのか、もう TPP ができたらバイのものは一切やらないというんであるならば、これまた持つ意味が変わっている。そこのところがまだ情報収集を党としても進めていると、私と個人的にもいろいろ聞いて財界とも話をしてますし、JA の方とも話をさせていただいてます、いつか結論を出すと、間違いなく早い方がいいんじゃないですか。かつてですね、石破政調会長や幹事長自身もその、統一選前までに、3月中にというお話もされたこともありますけれども、その方針は今、その当時のよりも問題の複雑さというものは明らかになってきていると思うんですね。まだ関税と農業の話しか聞いてませんけども、金融界から保険の話、銀行の話、あるいは投資の話、まだ聞いてません。あるいは知的財産の話も聞いてません。この辺にもいろいろ問題があることは間違いないので、こういうものもクリアしていかなきゃいけないと思ってます。ただいつまでもね、やるかやらないか分かんなくて農業保護したらやるみたいなね、そういう曖昧なことでは、この問題は実はこの国としてね、私はとどまることができない問題だという認識は持っています。関連で菅総理自身は昨日その自民党が3月中に結論を出すようなことをその前提にして演説の中で話されましたけれども、現時点ではなかなかそのスケジュール感は難しい。自分たちが3月にやったらいいんじゃないの、そういうふうに勝手に言うんだったら。だって4番だからの子は民主党が政府なんだから、消費税にしたって社会保障にしたって我々案出してるんですよ。もう消費税は当面 10%、 年金は保険方式2分の1国庫負担、ただ彼ら案が出てないじゃない。自分たちの速度が遅いからって人のことを言う前に、それだったらもっと3月中に彼らが出すべきだよ。そこまで言うんだったら、それが政府の責任でしょう。という印象を持ちました。正確にはどうぞ。今の国防部会でも、ごめんね、あんま聞こえないのここ。今日の国防部会でも話が出たんですが、防衛大臣直轄の情報保全隊、あれひどい話だね、本当だとしたら。それについて防衛省も今日の国防部会では否定、事実関係を否定されてるんですが、そのことについてどう思われますか。それは自分がスパイだとは言わんよ、スパイは。スパイ機関だからね。国会審議に始まりますが、どのようにしていくかというのを自民党としてどのようにされていくか、事実だとしたらこれは憲法問題だよね。否定するでしょう。だからスパイはスパイをしていませんって、間抜けな話だけど。でも我が党の
国防大臣が現職であった時にあの組織はありますからね、どういうものだかは分かっていると、まあ、そんな中で話せる話話せない話が全くあると思うんですよね。そういう形で追い込んでいく。あの通達もひどいからね、あの問題の結論も出てませんので、それは否定しますよ、ロシアのスパイたちが。はい、そろそろお時間です。よろしいですか。昨日のですね、全議員事務長官の中で谷口さんの発言なんですけども、はい、安全地帯から敵を撃つようなことはしないという発言だったんですが、これはどういうふうに皆さん理解されるくらいなのか、要するに TPP は消費税の議論とは言えないという意味なのか、それともちょっとね、そこ前後の文脈が分かんないんだけど、どの辺で言ってた、最後の挨拶のところ、いやいや、その何のそのセンテンスかが分かんない、私ちょっと記憶にそれね、印象のものご自身、執行部の稲田さんの意見として、執行部の、解散総選挙が行われなかったときはどうするのかという質問に対する回答として、骨を、肉を切らせて骨を立つという言い方もしてました。そっちは印象に残ったんだけどね、まあ、私たちはあの常時戦場だと思ってますし、どっかの政党と違って結論が出せないときは、責任は何らかの形で取らなきゃいけない。それは総裁も私も今の執行部は全員同じ気持ちだと思いますから、特にその部分は気になりませんでした。はい、それではお時間になりましたので会見を終わります。